はい、今日はですね、またちょっと夜の撮影なんですけども、仕事がねちょっと終わって、今日は天気が良かったので、夜のツーリングというか簡単に走りに行こうかなと思いまして、今日はね、マイミクさんと走るんですけども、初のオフ会というか、マイミクさんって、ミクシー懐かしの、僕にとってね、10年ぐらいちょっと放っておいた ID があって、元ブログを開設するにあたって、ミクシーの ID を復活させたんですよ。元ブログ専用 ID っていうことで、ゼロからですね、ちょっと友達も作ってみようと思って、1からリセットして、ID を、復活させました。で、なかなかね、やっぱあれ、ミクシーって結構便利で、同じ趣味の人のコミュニティとかそういうのが結構いろいろあるので、挨拶してはちょっと前ミク申請してお友達させてもらってなんつって結構繰り返してたんですけどね、ちょっとお一人、一緒に走ってくれるという方がいらっしゃったんで、今日初めてちょっとねドキドキなんですけどね、行ってみようかなと思っております。今日は一応首都高で、待ち合わせなんで箱崎パーキングエリアで合流して、ちょっと風邪ひいちゃいまして、箱崎パーキングエリアでね、合流して一緒に走っていきたいなと思っております。ちょっとねその前に時間があるんで、ちょっと気になってたね、世田谷の串谷に行って、冬支度をする準備としてちょっと覗いてみようかなと思ってます。今日はまだね暖かいんであれですけどね、でも夜になると本当日を込むんで最近は、なんかねちょっと防寒を本格的に考えないと元ブログも満足に撮影できないような、状況になると思うんで、少しちょっとその準備をねしたいと思います。これが俗に言う元ブログ沼ってやつですかね。あれをするにはこれがいるみたいな感じで、ちょっとどんどん設備と費用と、時間の投資がね必要になってくるというね、元ブログ沼にはまりつつありますけども、でもねやっぱ面白いですよね。今まで本当何の飽きなしにバイク乗ってたんですけど、こうやって撮影しながら乗ってるとなんかこう一つ意味ができたような感じがして、走ってることですごくねやってて楽しいですね。よくね、なんか元ブログなんてやってなんか意味あんのみたいなことも言われるんですけど、まあ意味はないです。特に自己満ですね、ほぼ。やってて楽しいかどうか、それだけですね。まあ理由なんてね、必要ないと思います。基本的にバイクに乗るっていうことの意味っていうかあんまりないですもんね。都内は渋滞の回避とかありますけど、不便をね買いに行ってるようなもんで、雨にも弱いし寒さにも弱いしこけるしね、
事故ったら危ないしで、不便さばっかりなんですけど、でもやっぱバイク乗るとね、気分が高揚するというか、理由はねないんですけどね、ただ楽しいっていうだけで今まで乗ってます。まあそれにね、ちょっと元ブログやるようになって、さらにその楽しさがちょっと倍増したっていうか、うん、なんかこれはバイク乗ってる人には本当勧めたいですね。うん、相当面白いです。で今日はね、ちょっと消音対策も考えまして、マイクにね、スポンジをかぶせる風防をつけたんですけど、小型のマイクなんでね、ちょっとどういう風にこうヘルメットの中に固定するかっていうのをちょっと考えまして、そのねマイクが入るスポンジをまずちょっと用意して、そのスポンジをヘルメットの、口元のところに両面テープで貼り付けて、でそのスポンジが常にこうヘルメットの中に貼ってあるような状態で、そこにマイクロフォンを入れるという形を取ってみました。これでね、固定と風防が両方できるということで、ちょっとね風切り音がどこまでカットできてるかがちょっとかなりね楽しみなんですけどさあどうなってることやら。バイクエレベなんですけど、だいぶ煮詰まりました。いやーでもね、最後まで ZX6R と YZF-R6 はもう本当かっこよくて、見れば見るほど引き込まれていって、走り心地もねいいみたいなんで、相当ねちょっといい感じじゃないかなと思って、最後まで迷ったんですけどね、まあこの前のあれでもブログでも言ったようにですね、SS は今回はやめました。まあ R6 はですね、ちょっと憧れの存在として、こう燦然と輝くですねバイクということで置いておくことにしました。まあ高くて買えないっていうのがね、そもそもなんですけど、お金持ちになったらいいですね、増車という形でね R6 なんて言ったら夢のようですけど、ちょっとね次回の元ブログぐらいではこうね納車の模様なんていうのをねお届けできればと思ってるんですけども、ほぼもう決めかけてます。トライアンフでおしゃれにこうおしゃれな元ブログをやって、しかも3気筒の気持ちいい音、元2のエンジンなんつって話題性もありますし、そういうので行くのか、XSR の900、ネオレトロですね、形は最高にかっこいい、パワーモードもたくさんあると、まあそれでね手堅く行くのか、はたまたスズキに侵されつつある私の脳みそですけど、初のねマルチエンジン、これもちょっと捨てがたいですね。行くのか、
自分でも楽しみです。いやー、カンパチはね、夜も混んでんのかな。まあ夜って言ってまだ7時前なんですけどね。今日はね、朝246の方、トランプ大統領がね、来日してるってことで、えらい騒ぎになってましたね。洋画から渋谷まで100分って書いてありましたからね。いや、えらい渋滞でした。まあ、バイクだったんでね、その渋滞回避できたんですけど、まあ車で行ってたら今日多分仕事にならないんじゃないですかね。あれだけもう交通が麻痺しているような状態でしたので、ZX10R 発見。いやー、混んでるな、やっぱりカンパチは。帰宅ラッシュっすかね、この時間なんで。あ、そう、今日はですね、そうだ、いろいろマウント方法を考えてまして、いつもはヘルメットマウント、ヘルメットにビデオカメラつけて撮影してたんですけど、今日はリュックサックのね、リュックのベルトの部分、バックパックっていうのが最近のリュックサックって言うと、なんかおっさん、急におじさんっぽい感じ、元おっさんっぽいのがナップサックっていうね、ナップサック、リュックサック、バックパックですか。そのね、まあどうでもいいですね。バックパックのベルトにつけるタイプのマウントでちょっとやってみてます。そうするとこのコクピット目線っていうか、メーター周りなんかも一緒に撮れて、で、まあ、ちょっと低くなるんですけどね、視点が。これがちょっとどういう風に映るのか、でワイドで撮ってますんで。このリュックサックだとあれか、やっぱ注目したいところにカメラ向けらんないっすね。それが辛いな、ちょっとな。高速道路はちょっと混んでるみたいだけど、まあ、様子見ながら行きましょう。なんだ、突然空いたな、カンパチ。めちゃくちゃ気持ちいいぞ。まあここだけか。旧車専門店、僕にもそんな時期がありましたね。旧車しか目に入らない時が。バイクはキャブに限んだろうなんつって、凝り固まってましたね、本当に。まあでも造形はね、ほんと素晴らしいですよ、旧車のエンジンの造形は。最近はね、まあコストダウンの関係なんですけども、なんていうのかな、プラスチックの部分が多かったりとか、結構いろいろ、なんていうんですかね、ちょっとチープな感じありますけど、やっぱ旧車の場合はね、もう本当にエンジンの、まあ、ケース類取ってみて、一つ取ってみてもね、
あやっぱりその重厚感がね全然違うんですよね。なんでまあそんなところに惚れ込んじゃって、まあ旧車旧車言ってる時期が 3,4 年ありましたね。うん、モトグッチのルマンは良かったっすけどね、見た目は。あの重い、本当に重いっす、あれは重いっす。であとね、ホンダのね CL350 っていうのもちょっと所有してたことがあったんですけど、あれは1972年のモデルですかね。スクランブラースタイルというか、当時の、うん、あれは軽快でいいバイクでしたね。いやしかしこのバックパックのマウントはどうなんでしょうか。どういう絵面になってるんだろうな。一応ね、スマホとつないでるんで小さい画面ではちょっと確認はしてるんですけど、この辺から曲がって、一通ばっかりなんだよな。この辺だ、これも一通か、これかよいしょよ。はい、今日ね串谷休みでした。ホームページで確認したのに残念。うん、まあまあいいです、いいです。またゆっくり、近くのね三鷹の串谷があるんで、そっち明日にでも顔出しましょう。うお、246めっちゃ空いてる。朝の渋滞が嘘のようです。すげー空いてる。7時でしょ。今日はみんな早上がりかな。こんな空いてんの結構珍しいっすよね。すごい走りやすい、めっちゃ広いし、ちょっと一個ギア落としてみるかな。いやーね、ほんと日中の仕事で使ってる時の首都高とはもうえらい違いですよ。